マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りします。おはようございます。今あきこです。今回は先々週行ってきたこちらです。今日は10月24日、水戸市役所の新庁舎が間もなく完成するということで、実際に来ました。水戸市役所の新庁舎、目の前にドーンと立っています。この新庁舎の北側の駐車場部分から今見上げているんですけれども、お話は水戸市新庁舎整備課の篠原優さん、そして伊坂圭介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて篠原さん、ドーンと大きいこの新庁舎、立派ですね。そうですね、幅が約100メートル、奥行きが50メートルとなっております。旧庁舎では、幅が60メートル、奥行きが30メートルとなっておりました。延べ床面積が、旧庁舎では、約13,000平米に対して、新庁舎では、約40,000平米、約3倍となっております。その広くなった新庁舎を目の前にしておりますが、今工事中ということなんですね。でこの新庁舎、北側から見ますとドーンと縦長の長方形が目立ちますけど、これはどういうデザインなんですか？そうですね、設計当初では印籠をモチーフとして、考えておりまして。確かに印籠に見えますね。すごい大きい印籠ですね。そうですね、はい。こちらエレベーターになっております。なるほど。この建物何階建てになってるんでしょうか？はい、地下1階、地上8階建てになっております。地下1階の部分っていうのはどういうスペースなんですか？はい、主に駐車場となっております。なるほど。この西側に1階の建物がありますが、これは何でしょう、伊坂さん？こちらは備蓄倉庫棟となっております。庁舎とは別棟なんですね。そうですね、別棟で備蓄倉庫棟を用意しておりまして、地下が駐輪場で、上が備蓄倉庫のための部屋となっております。災害時にいち早く市民に支援物資を届けられるよう、敷地内に別棟を設けて、たくさんの物資を入れられるように配慮しました。まずは外観から案内していただきました。さあ続いて新庁舎の中へ進んでいきました。さて今4階に上がってきました。階段を使って上がってきたんですけれども、階段がこう木で作られている感じ、木の床ということで、今この4階のところでも木のスペースも結構目につきます。なんかぬくもりがある、あったかい感じがありますね。あ、そうですね、はい。一部総合窓口案内のカウンターおよび後ろの壁面に旧庁舎にあった欅や桜を使っております。なるほど。市民の方にとっては馴染み深い木かもしれませんね。そうですね。この新庁舎、すごくこう木の作りもね印象的なんですけれども、どういった特徴を持っているんでしょうか？はい、新庁舎は消防本部、水道部庁舎も一体化し、総合防災拠点として大規模災害時でも庁舎の機能が継続できるよう、免震構造の採用や水電力等のライフラインの自立化、防災センターや備蓄倉庫等、ヘリポートの設置を図っております。その他にも1階床レベルを周辺地盤より1.5 メートル高い位置として浸水対策も進めるなど、安全性の高い庁舎としております。はい、なるほど。そしてやっぱりユニバーサルデザインとか、そういったところも心配りしているということですね。そうですね、障害者の方や高齢者、子育て中の方の意見をお聞きしながら進めてきたユニバーサルデザインの導入やバリアフリー化にも取り組んできました。環境に優しい庁舎として太陽光発電の設置を8階の屋上に設置しております。また吹き抜けによる自然換気や自然の採光の導入を行っております。やっぱり環境にも配慮した建物ということなんですね。はい、そうですね。なるほど。そういった中でこの4階はどういうものがあるんですか？
はい、防災センターや関連する部署などを配置しております。市長室であったり消防本部も入っております。そしてこちらの、白い扉を開けますと中にあるのは、災害時に対策できる災害対策本部室になっております。通常の時は会議室として使用しております。さあ、この4階を見た後は屋上です。篠原さんに案内していただきましょう。さあ、8階に来ました。屋上です。グレーの床にオレンジ色のラインが引かれてまして、真ん中に丸に H って書いてあります。さあ、伊坂さん、ここは？こちらヘリポートとなっております。災害時の支援物資の受け入れや救急患者の搬送等に活用してきます。なるほど。さて、このヘリポートから西側を見ますと、いろんなあの機械も見えます、タンクも見えますけれども、あのパネルは何ですか？はい、あちらは太陽光発電になります。はい、この建物、その環境にも優しいということですもんね。その他ちょっと上の方目を見向けますと、またパネルがありますが、斜めになっている、あちらは太陽熱の熱源設備になります。太陽熱を集めて温水であったり熱源機器の温水に使ったりしております。なるほど。そしてあの緑は何ですか？はい、あちら屋上緑化になります。屋上緑化、これもやっぱり環境に配慮している？そうですね、はい。ちょっとこう上から見るといろんなものが見えてきますね、伊坂さん。はい、そうですね。屋上にはその他にも電気室であったり発電機室などを備えております。地下1階にありますと浸水などの恐れがあるので、今回は8階に設置しております。なるほど。東日本大震災の時のようにライフラインがちょっと麻痺してしまうなんていう時には、この市役所にとってはやはり大切な部分ですよね。はい、そうですね。電力に関しては災害時に不通となるリスクを最小限に抑えるため、電力の二ルート化を図っております。また3日分の発電が可能な燃料を備蓄しております。環境にも配慮したこの新庁舎、実は人にも優しい庁舎です。安心して利用できる施設であるかどうかの大切なポイントの一つはトイレ。各階の西側と東側に設けられたトイレに案内していただきました。まずはこちら、車椅子優先トイレって書いてありますね。そうですね、こちらは車椅子の方が優先して、できるようなトイレとなっております。車椅子の方が使えるような広さにしております。傍らにベッドのようなものがありますが、こちらは、おむつ交換であったり衣類の着脱をできるようなシートになっております。なるほど。反対サイドにはベビールームというのもありますし、誰でもトイレっていうのもありますね。まずじゃあ誰でもトイレを教えていただけますか？はい、こちらは、オストメイトのなども設置しておりまして、そういった方々でも利用できるようなトイレになっております。ベッドもこちらにもねついてますね。そうですね、ユニバーサルシートというものが入っております。さあ、そのお隣にベビールーム。はい、こちらはおむつ替えベッドや女性の方が授乳される授乳室などを設けております。ここの壁一面すごい動物が描かれていて可愛いですね。はい、そうですね、こちらはあのユニバーサルデザインレビューというものを行いまして、大学生から提案していただいたデザインになっております。虎とか熊、あとは象、キリンなどが描かれています。ちょっと楽しくなりそう。可愛い赤ちゃんにも優しいフロアになってますね。そうですね、子供が過ごしやすいとか、男性の方もおむつ替えしますので、男性とか、あと女性、授乳しますので気分を和らげてもらうような形でこういったものがあります。なるほど。このベビールーム一番奥に女性専用授乳室といって個室のようになっていたのは、そうですね、お父さんもそのお子さん連れて来た時に遠慮なく使えますもんね。そうですね、はい。そういう意味でもユニバーサルデザインなんですね。はい、どなたでも使えるということで、はい。なる
るほど。そして一般の方たちのトイレもやはり旧庁舎よりも広くなったり綺麗になったり、こう違いは出てきているんですか？そうですね、はい、広くて綺麗になっておりますのでご覧ください。はい、今ちょっと男性トイレの方まで行っています。あ、本当に広くなってますし、フロアが全然段差ないんですね。やっぱりそうですね、段差は設けておりません。ここにも伊坂さん特徴があるんですか？男性トイレですが、おむつ替えスペースなどもご用意しております。男性の方でも今回は使いやすい庁舎となっております。それぞれのトイレの設置場所は各階で西側か東側かの違いがありますのでご確認ください。最後に今後の移転スケジュールについて伊坂さんに教えていただきましょう。はい、移転スケジュールについてですが、11月23日から25日において主に新庁舎周辺の臨時庁舎の部署が引っ越しをし、11月26日から新庁舎で一部業務を開始します。はい、その後に段階的に移転を進め、年明けの1月4日から三の丸臨時庁舎が移転し、全体的なオープン予定しております。駐車場についてですが、地下の駐車場はオープンした時に使えるようにしております。北側の平面駐車場については、これから1年間時間をかけて立派な駐車場を整備していく予定です。なるほど。新庁舎を気になっている市民の皆さんも多いと思いますけれども、そんな市民の皆さんに向けての見学会も行われるそうですね。はい、新庁舎見学会を11月18日午後1時から5時までを予定しております。当日受付でどなたでも参加できますので、ぜひお越しください。なお駐車場に限りがありますので、公共交通機関などご利用ください。市長室などをはじめ普段入れないようなところもご覧いただくように考えておりますので、ぜひお越しください。11月18日お待ちしております。さあ、新しい庁舎も完成間近ということですが、どうでしょう、市民の皆さんに向けてお待たせしましたという気持ちですかね？そうですね、東日本大震災から時間がかかってしまったのですが、立派な庁舎を作ってまいりますので、ぜひ見学にお越しください。篠原さんも今どんな思いですか？そうですね、はい、まあ、市民の方に愛されるような、使いやすいような庁舎になってほしいと思っております。新しい水戸市役所の見学会は11月18日日曜日午後1時から。当日受付ですが、最終受付時間は午後4時30分です。一足先に新庁舎の内部をぜひご覧ください。マイタウン水戸、今晃彦がお送りしました。